本当に名古屋が傭兵だったのかな。そもそも前回の名古屋の時、ドグラは傭兵なんですよ。まずね。で、俺、ドグラ目線で考えた時に、ドグラは絶対にどっか属さない方が強いなっていうのを思う。その、基本的にチームって、基本的にね、その、もう、結構強い形からもう一人選ぶっていうのがやっぱ多いと思うんだよね。だからどのチームも大体そうだったでしょ。三人とか二人強いのがいて一人選ぶみたいな。多分三人強いのがいて一人選ぶみたいな。ってことは、ドグラがその三人の中に入って一人を選ぶより、ドグラが入る方が強いチーム完成する可能性が高いんだよね。で、今回さ、まあ、グッパチに行ったからすごい強く見えるかもしれないんだけど、まあ、もし名古屋にいてもさ、ドグラがいたら、まあ、強く見えてただろうし、その、強い三人の中にドグラが入る可能性があるんだよね。強い3人の中にその S クラスじゃない人が入る可能性があるって考えるとドグラは多分傭兵の方が強いんだよね。3人の中にこう入るってできるチームと3人いた中で1人誰かが入った時のできるチームの強さでの確率強くなる確率はねドグラは多分ね傭兵の方が高いね。ドグラそうだね。ドグラサイクロプス出ればいいの、ね、まあまあそれはドグラもサイクロプスで出たいのはあるんじゃないですか。まあ、だってうちらもさ、去年ミルダムだったけど今年名古屋だしね。まあ、そこはまあ、まあ、しょうがないよね。あ、まあ、まあ、その、どのチームに出るかとか、まあ、いろいろあったは、あったっすけどね。その、チームが確定するまでもいろいろ、よう曲折ありましたよ、今回。ただ私は、やっぱ梅ちゃんとね、同じチームでやっていきたいなという気持ち、ありますからね。まあ、確かにこれで俺がさ、傭兵になったとするじゃん。そうするとグッパチとかにさ、それこそファブとかに選ばれた可能性あるわけだよ。で、そうするとそっちの方が強いなとは思うんだけど、それこそ梅原さんもね。江戸でしょって。このね、気持ちはね、ありました。ウランチ。そうだよな。今俺梅さんの右腕だからさ、まだこう、ね、まだちょっといいかもしれないけど、敵になった時にも恐ろしいよね。グッパチ。いや、絶対しかもグッパチ俺欲しいだろうなと思うし。